こんにちは。岡崎中部ニュースのお時間です。キャスターは私岡崎がお送りいたします。年が明けるまでもうあと1日ですね。皆さんは今年1年しっかり楽しまれたでしょうか。来年も楽しんでいきましょうね。ということで来年1月前半のイベント情報をご紹介していきます。まずは1月3日に山中八幡宮で開催されるでんでん合さり。歌やセリフ、所作で農作業を表現し、天候の恵みと稲の豊作を祈願するお田植え神事です。なんとこちら1300年前室町時代から続いており、岡崎市指定の無形民俗文化財に登録されているんです。豊作を表す大鏡餅を鎌に見立てた小餅で刈り取る所作、そしてその大鏡餅を牛役の人の背に乗せて重さに耐えきれず倒れるという所作が特徴です。こういった神事で牛が運搬や豊作の象徴として登場してくることは大変珍しく貴重なものだそうです。ちなみに今年は一般公開はされておらず、来年の公開予定は調べた限りまだわからなかったので、行かれる際は調べてから行ってみてくださいね。お次は1月8日に岡崎市市民会館で開催される大河ドラマどうする家康東海プレミアリレー in 岡崎。 NHK 大河ドラマどうする家康の初回放送を出演者と一緒にパブリックビューイングで見るというイベント。松本潤さんや有村架純さん、山田裕貴さんなどが岡崎に来てくださるんですよ。抽選で当たった900名様が一緒に見れるということですが、抽選期間はすでに終了しています。ちなみに岡崎も外れてしまいました。申し込み件数は 93,483件ということで、なんと倍率は196倍だったそうです。奇跡的に当選していかれる方は楽しんできてください。最後に1月14、15日に開催される名鉄ハイキング岡崎で初詣、寺社仏閣と家康公を全身で感じるコース。東岡崎駅からスタートして家康公と関連のある菅生神社や伊賀八幡宮を通り、ゴール地点の丸谷八丁味噌まで約 9.5 キロの道のりを歩くというイベント。こちらは誰でも無料で参加できて、しかも参加特典もあるとのこと。まずスタート地点で岡崎市観光協会さんよりノベルティがプレゼントされ、ゴール地点の丸谷八丁味噌さんではご来店の方に赤だし味噌 100g をプレゼント。そしてファミリーマート指定店舗での特典、ゴール受付ではロッテさんよりプレゼントがあるとのことです。どれもなくなり次第終了ですのでご注意ください。スタート受付時間は8時から11時、ゴール受付時間は3時までです。予約不要ですので、参加される方は当日11時までに東岡崎駅の受付へ行ってくださいね。年明け早々から面白そうなイベントがたくさんですね。寒さが本気出してきましたので、皆様体調にお気をつけて、良いお年をお迎えください。それではまた次回の岡崎中部ニュースでお会いしましょう。岡崎中部は岡崎求人.comの提供でお送りしました。